久保くん、こんにちは。同じクラスの沢田美穂です。急に LINE してごめんね。ちょっと相談したいことがあって、クラスの全体 LINE から友達追加した。沢田さん、こんにちは。いきなり LINE 来たからびっくりした。ごめんね。全然大丈夫。で、相談したいことって？実はね、同じクラスのほなみちゃんにちょっといじめられてて。え、マジ？うん。ほなみって、俺の彼女のほなみだよね。そう。マジか。ちょっと信じられない。うん、彼氏だもんね。でも真実なんだ。なるほど。ちなみにどんないじめ？ LINE で無視されたり、トイレで水をかけられたりとか。マジか。ほなみがそんなことやってるなんて全然想像つかないよ。私もそう思ってたし、彼氏だからそう思いたいよね。でも私は実際いじめられてるし、本当にやめてもらいたいと思ってる。そうだよな。なんかごめん。うん。ほなみに確認してみてもいい？それはやめてほしい。え、なんで？そんなことしたらまたいじめられる。ああ、そうか。絶対に言わないでほしい。じゃあ俺は何をしたらいいかな。バレないように聞き出すとか。そうだね。ほなみさんにバレないように確認してもらえると嬉しい。わかった。絶対に私から聞いたってことは本人にはバレないでほしい。うん、わかった。そこを注意しながら聞いてみる。ありがとう。やっぱり久保くんって優しいね。10分後。ほなみ、今何してる？暇すぎて達也との LINE 見返してた。だから秒で既読ついたのか。恥ずかしい。達也は何してるの？私のこと考えてくれてた？あ、考えてたから LINE したんだよね。そうだけど、なんか最近変わったこととかない？変わったこと？うん、特にないけど。本当？ならよかった。そう。てか明日のデートどうする？達也の家行ってもいい？もういいよ。やった。ご飯も家で食べる？最高。達也ママのご飯超好き。伝えとく。あー、楽しみ増えた。あ、そのまま家に泊まっていい？達也と一緒に寝たい。むしろそのつもりだろ。うん、達也は私とは寝たくないの？あんまりうるさくするなよ。質問に答えて。寝たいの？寝たくないの？寝たい。よろしい。てか前うるさかったかな？声押し殺してたから大丈夫。そっちじゃない。え？ゲームの方だよ。ああ、そっちか。エッチだな。それはほなみもだろ。ベッドとかギシギシしてたけど、あれ結構1階まで響くよね。まあ高校生同士だし、親もなんとなく察してると思う。だね。じゃあ明日よろしくね。おう。翌日。久保くん、昨日どうだった？なんか話してくれた？ああ、うん、昨日 LINE してみたけど、いじめてる感じではなかったかな。本当に申し訳ないけど。まあ彼氏には見せないよね。うん、まあそうかもしれないね。あと俺はほなみを信じてる。いや、私いじめられてるんだよ。それは分かってほしい。ごめんね。でも今現状で沢田さんの証言だけなんだ。今日男子たちにも聞いたけど、クラスでいじめを起こってる感じもあんまりしなかったし。そうなんだ。ちょっと残念。久保くんなら大丈夫かなって思ってたから、それだけに残念。ごめんね。じゃあ約束してほしい。もし次いじめられたら、その時は私の味方をしてほしい。うん、もしいじめの現場を見たりとか遭遇した時は対応するね。それが本並さんでも？もちろん、まず双方に話聞くよ。ありがとう。私の味方になってくれる。今はその言葉だけでも嬉しい。久保くんって本当に優しい。そんなことないよ。それに味方って言ってたけど、今まだ俺は中立だよ。うん、分かってる。でも私のことも考えてくれてる。それだけで嬉しいの。数日後。久保くん、助けて。駅前の公園に来て。え、どうしたの？服がビリビリに破られた。え？ほなみさんにやられた。こんな格好じゃ家にも帰れない。早く来てほしい。わかった、すぐに行く。服必要だよね？うん。わかった。あと必要なものは？それはないんだけど、お家のシャワーって借りれる？体中泥まみれだから。わかった。本当にほなみなんだよな？
本当にごめん。1時間後。ほなみ、1時間前何してた？え、1時間前？うん。普通に家にいたよ。それ本当か？うん。どうしたの？もしかして浮気疑ってたり？かわいいね、達也。沢田さんをいじめたりは？はい？沢田さんの服をビリビリにしてない？何言ってんの？てか、なんでいきなり沢田さん？それに服ビリビリって何？ほなみがやったんじゃないのか？やるわけないじゃん。何？どういう話？実は何日か前から沢田さんから相談を受けてて。相談？ほなみさんからいじめられてる。だから助けてほしいって。は？何言ってんの？俺もずっとほなみのこと信じてて、何かの間違いだと思ってたんだけど、今日服ビリビリの状態で公園にいて、体も泥まみれだから今風呂入れてる。待って待って、風呂入れてるって何？沢田さんを家に入れたの？うん。それやばくない？本当に確認だけど、ほなみじゃないんだよな。当たり前、そんなしょうもないことしない。それにそのいじめがあったのが1時間前なんだよね。うん。あけみのインスタ見てみて。あけみ？そこに私とお茶してるの載ってるから。マジか。今見たらあけみアップルウォッチしてるから、それ見たら時間とかも間違いないよ。確かに。え、じゃあ誰に？それはわからない。てかいないんじゃない？え？私がいじめてないんだから他に誰かいるって可能性もあるけど、わざわざ私を犯人にした意味って？それはよくわからないな。狙いは達也だよ。俺？とにかく何事もなく沢田さんを家から追い出して。話はそれから。わかった、とりあえず対応してみる。うん。1時間後。沢田さん、ちょっといいかな？久保君、今日は本当にありがとう。もう本当に助かった。お母様にもお礼したかったけど大丈夫だった？お風呂使ったのに挨拶しないなんて無礼な人になってないかな？うん、そこは大丈夫。一応今日のことなんだけどね、本当にほなみにやられたの？うん、そうだよ。服破れてたでしょ？体も泥まみれだったし。うん、それは見たんだけど、それがほなみにやられたってことにはならないよね。まだ疑ってるの？沢田さんが言ってたいじめられてた時間なんだけど、その時ほなみはあけみといたんだ。そんなの何とでも言えるよ。あけみのインスタに載ってるんだ。そんなの事前に撮ったんだよ。それをその時にあげたんだよ。アリバイ作りみたいな感じで。時計も一緒に写ってる。だから事前に撮るのは無理だよ。時計だっていじれるよ。そんな嘘に騙されないで。嘘はどっちなの？私は嘘ついてない。ほなみさんが嘘ついてる。ほなみさんはそういう女なの。私はほなみさんが許せない。俺は今沢田さんの方が信用できない。本当のことを話してくれ。私は久保君を救いたいの。はい？ほなみさんに騙されてるよ。騙そうとしてるのは沢田さんだよね。本当はいじめなんてないんだろ？違うの、本当なの。一旦落ち着いて。俺は至って冷静。焦ってんのは沢田さんだよね。騙されてるの。私を信じて。私しかいないから。いじめの捏造を認めてほしい。まずはそこから。好きなの？は？私ね、久保君のこと好きなの。久保君の一番の女になりたいの。何言ってんの？好きだよ達也。達也といろんなことしたい。今日行った家で愛を育みたい。2階が部屋なんだよね。そこで2人で過ごしたい。私の最初の男になってほしい。お願いします。気持ち悪いよ。え？マジでキモいよ。やっぱほなみの言う通りだった。どういうこと？俺の彼女にいじめられてるっていうデマ流して別れさせて、自分が付き合うつもりだったんだろ？デマじゃない。もういいから、こっちは分かってるから。家に来たのもそういうことだよな。でも残念、そんな嘘すぐに見破られるし、本当に生理的に無理になった。生理的に無理とかそんなこと言わないでよ。言わされてんだよ。俺の大切な彼女に濡れ着着せるようなことして俺と付き合えると思うなよ。ごめんなさい。謝っても無駄だよ。本当に好きなの。もう毎日夢に出てくるくらい。だから嘘もついちゃったの。自分でもダメだと思ってた。でも好きすぎて嘘ついちゃったの。だってそうでもしないと私が付き合える可能性ないもん。仕方なかったんだもん。1分後。ほなみ、グループ作ったよ。ありがとう達也。沢田さん、
あんた最低なことしたね。何が？最低なのはあんたよ。え？私が何した？私の達也を奪った。いやいや、何？私の達也って。達也が一度でもあんたと付き合ったりしたことあった？これから付き合うの。現実と妄想の区別ついてないじゃん。これから現実にしていくの。それにはお前が邪魔なの。マジで消えて。だからブスなんだよ。は？見た目はまあさておき、そんな心までブスなやつに達也が好きになるわけないじゃん。達也だけじゃない、クラスの男子、いや学校の男子全員いても、あんたのこと好きになるやつ誰一人としていないと思うよ。そんなことない。いやそんなことあるよ。だって嘘のいじめをでっち上げるんだもん。私なら絶対嫌だよ。そんなことない。じゃあ明日学校で行っていい？は？達也と付き合うために私がいじめの主犯格だって沢田さんに捏造されましたって学校全体に広まるようにしていい？ダメよ。ってことはそういうことだよね。何が？え？本当に頭悪いの？広められたくないってことは自分にやましい気持ちがあるんだよね。単純に嫌だから。うん、嫌な理由は何かな？説明できるかな？うざ。いや、うざいのはお前だよ。は？お前だから。消えろビッチ。達也、もういいよ。こいつには何言っても意味ない。そうだな、沢田さん、以上です。もう明日からは関わらないでね。もし関わってくるなら俺たちも対応考えるから。ねえ達也、下の名前で呼ぶのもやめて。じゃあ最後にお願い。何？私と子作りしよう。キモ。後日談。こんばんは、久保達也です。翌日からも沢田さんは拍車をかけたように暴走してました。嘘を嘘で塗り固めてきて、最終的には一度も成功をしてないのに俺との子供ができたとか言ってきました。本当に病的な怖さを感じました。3年生になった今では学校に来ることも少なくなりました。このまま穏便に済むといいですが、何かありそうな予感がしますね。何もなければいいですが。